1月12日水曜日、セブシビジネスパーク、ただいま6時13分。今日はね、夜明けが結構オレンジ色になってるんで、これから日の出を取りに行きます。こんな標識がありますね。進入禁止、ライトターン、右左折オンリー、ワンウェイ。ここですね、ライオンちゃんがいる、猫がいるところの道です。これは南側です。この方向は、おはようございます。はい、マヨンバンダポでは、ちょっと行ってみますね。日の出取りに。日の出取るところは、あの商社ビルの2クワッドビル、日本大使館が入っている8階のビルの建物なんですけど、今年の1月3日からワクチン接種カードがないと入れませんとかっていう連絡来たんですけれども、入れるかどうかちょっと行ってみます。入れれば、あの日の出が取れますからね。多分入れると思うんですけどもね、一応原則としてって書いてあるんで、ワクチンカードがなくても原則として場合によっては入れるっていうことですよね。今ビルの門の前まで来ました。ここにあったあの看板、倒れたやつはもう片されてますね。ない、なくなっちゃった。ちょっと行ってみます。ノーマスク、ノーエントリーってなってますけど、なんか首振ってますね首振ってます。ダメだって、費用取りに行きたいしてもダメだって、首振ってますよじゃあ他の場所から撮ります。もうないです。他の人に聞いてくれって言われちゃったから、ちょっと面倒なことになりそうだから、やっぱりワクチンカードがないと入館できないようですね。この辺で日の出が見られるポイントっていうのは、やっぱりビルの上に登んないと、この辺ではちょっと取れそうもないですよね。まあ日の出が出て何十分かすれば取れますけど、ちょうど地平線から日の出の瞬間っていうのは、この下の場所からでは取れないですね。まあ、あやらセンター近くまで来ましたけど、まあ、コンドミアムにね、お友達が近くにいれば、連絡してね、撮らせてもらえるんですけどね。まだ太陽出てませんけど。この辺、向こうからちょうど出るんですけどね、まだ、出ませんね。コンドミアムの友達がいればね、今度連絡して日の出を撮らせに行きたいと思います。日の出だけを撮りに行きたいっていうことで、
朝行きたいと思います。後でね。今日はまあ雲が少しは出てますけどね。まだここの信号機はまだ直ってませんね。台風後ルスタンスアヤラセンターのそばの交差点、信号機はまだ復活してませんね。じゃあちょっと東側に向けてちょっと日の出が取れそうなポイントを探しに行ってみます。この真正面は北方面ですね。北、東西南北の北です。北から北とは違うんですよね。ああ、そういうことです。じゃあ東に向かって行ってみます。東に今向かってたらワンちゃんが歩道を歩いてきましたよ。その後にも一匹また来てますね。ワンちゃん尻尾がフリフリ、尻尾がこれ高いね。なあこれ、来た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 、あ来た来た来た、ノラちゃんお友達か、こりゃお友達、あバイバイお友達か。あもう一匹来ましたね。これまた来た、ほら3匹ですね。これで野良ちゃんもこれ散歩ですね。野良ちゃんも散歩、散歩だか餌を探してんだか。東に向かいます。まだ明るくはなってませんね。完全には一応駐輪場、駐車場、バイク、車の駐車場にちょっと今来ましたけど、有料なんでしょうかね、ここね。自転車は止まってませんね。なんか有料か無料かちょっと分かりませんけど、お金のことは書いてないですね。多分分かりませんけど、ここの駐車場はね、あのたまに乗り捨てちゃってるゴミになって、捨ててもスクラップっていうか、そのまま放置された車も何台かね、見かけたことあるんですよね。もしこれ料金取られるんだったら、放置されたままの車は相当な金額取られますよね。ここにね、メルセデスベンツのね、もう捨てられた車がずっと置いてあるんですよね。ほらこれ、ナンバーもない、ヘッドライトもない、もうずっとこれ去年から2年前から放置されてます。何を考えてるんでしょうね、この人は。
まだ太陽が見えるところがちょっとわかりませんけど、ここもビジネス街のちょうど南側、東側のあたりで、よそからのジープとかバスに乗ってくるとこの辺通ってあやらを抜けて他の場所行くんですよね。まだ太陽が見えるポイントが分かりません。ちょうど10分撮影した後にちょっと真っ白になっちゃいましたね。これこのタブレット調子は、ちょうどね太陽が今映してんですけど真っ白になっちゃいました。なんでかな、これバッテリーが温まっちゃったんだか、レンズの周りが調子悪いんですね。これん、太陽に向けると真っ白になっちゃいましたね。他は大丈夫ですね。これおかしいね。いや、空向けると白いですね。ダメだこれ。一回ね、電源切らないとまた調子良くならないんですよね、これ。ほら、太陽向けると真っ白になっちゃってます。一応ここは消防署になってます。一度電源切りますね。これでは真っ白ですから、ほら真っ白。ダメ、電源切ります。